こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。皆さんお元気でしょうか。今日はバムとケロのお買い物を紹介します。はい、このねバムケロシリーズの中でこちらの作品は名前の通りお買い物がテーマになっている絵本です。はい、ちなみにですね月に1回しかお買い物に行かないみたいで、楽しみに、はい、してる様子がねこう描かれています。はい、そしてですねところどころでこうなんていうかコマ4コマ漫画とかああいう感じでこうコマになっているこう漫画調な部分もあったりとかして、あのそういう、こうテンポがいいというかいいようにこう描かれているっていうのと、隅々までこう楽しめるおしゃれで面白いポイントがたくさん詰まっているというねバムケロシリーズになっているかなと思います。そしてですねこの中でキーポイントというとケロちゃんが作るパンケーキなんですね。これがなんかキーポイントだなっていうのを感じた作品でした。はい、ぜひぜひ楽しみに読んでみましょう。はい、ぜひね紹介していきたいと思います。はい、ということで最後には読み聞かせのポイントなどを、ご紹介したいと思います。はい、ぜひね最後までご覧ください。はい、あと、はい、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでサイズを紹介していきます。ちょっとね横長の絵本になってます。横が28センチ、縦が 21.5センチ ですね。はい、中を紹介していきます。はい、バムとケロのお買い物。はい、ケロちゃんはですねこのカエルの子なんですね。カエルの子、この子は好奇心旺盛な子かなっていうのが分かるし、あとこの、バムはどっちかっていうとおっとりタイプでしっかり者なのかなって思いますね。はい、で一緒に住んでいるんですね。でこのね1ヶ月に1回のこの買い物の日ね、ケロちゃんは楽しみで楽しみで仕方ないですね。で朝はバムよりも先に起きて、はい、自分でね顔を洗って牛乳をね取ってきて、はい、コーヒー入れてパンケーキ焼いて、でねもう朝からもうなんていうか楽しみ、ウキウキワクワクな気持ちでね朝の準備をするんですね。で全部整ったところでバムを起こしに来ました。でもここでね焼かれたパンケーキが真っ黒なんですね真っ黒で丸じゃなくてこう歪んでるんですねでちょっと嫌な顔してるんですけどが、ね、すごい嫌そうだなと思うんですこれはちょっと食べられないはい、ね、あちょっと失敗したかなっていう感じなんですけど、もうケロちゃんはね そんな感じで、もう行かなくちゃもう急いで行こうってね、はい、感じなんですね。でバムもあの身なりを整えて、はい、行きますよって感じでね外に出ると、オープンカー、青いオープンカーの中にケロちゃんと、もう一人こうアヒルのねカイちゃんが待ってるんですね。でバムが運転席に乗って運転するんですが、ここで紹介されているのは実はこの3人の名前だけで、他にもいるんですよね。モグラとかこのちっちゃいウサギさんとか、実はここにもなんかこの垂れ耳犬みたいなちっちゃいのが横で、はい、一輪車乗って、はい、実はこの子たちもねいろんなところに登場するので、ぜひ見つけてくださいって感じですね。はい、で市場に到着して、でお店を、ね、こうずらりと並んでるんですけど、もうバムは行きたいところとかもちゃんと決まってるんですね。最初に行ったのはケロちゃんのチョッキを作るための生地屋さんで、生地屋さんに行ったりとか、でみんなが食べるこう八百屋さんに行って新鮮な野菜をね買ったりするんですけど、でね、ちょっとその八百屋さんの隣に不思議なところを見つけるんですね。くるみ、手紙、どんぐり、オカリナってね、ただ看板に書いてあって、真ん中にブルーシートの真ん中に変わった動物がいるんですね。なんだこれって感じで立ち止まって、手紙とくるみを頼んでみるんですね。そうすると口の中からゴロゴロって出して、はい、はい、出して次どんぐりとオカリナを頼むとバラバラってね出して、結局最後は口の中に何もなくなったハムスターだけがポツンと立ってるんですね。商品は全部体の中に入れてたわけなんですね。そうそう、はい、で結局くるみとオカリナだけ買って行くんですけど、またこう口の中に入れてたりしてちょっとね面白いんですけどはい、でそんなことしてると、まあ、だんだんお腹空いてくるんですね。でお腹空いたから、じゃあご飯食べようかって言ってこう
今までいた場所よりちょっとこうなんていうかフードコートみたいな場所に移動して好きなものを買うんですけど、ケロちゃん役割だから山盛りのドーナツとかがこんなになってるんですね。食べれるのも多すぎないって言うんですけど、大丈夫って食べ始めるんですね。でも最後の最後お腹がいっぱいでまだまだ山盛りの全然減ってないハンバーガーとかドーナツとかサンドイッチがね残っちゃうので、じゃあもう持ち帰ろうかって箱に入れて持ち帰るんですね。はい、こんな面白いポイントもはい、でそんなことしてるとケロちゃんいなくなっちゃうんですね。あれいなくなった、どこ行ったって言うと、愉快な扉っていうお店に入っていくケロちゃんの姿を見つけて、あそこに入ってったって言って中に入っていくと、はい、愉快な扉って何の店って思うんですけど、愉快な扉が壁一面にいっぱいこうあるお店の中なんですね。でここ開けてここ開けてって言うとお店の店主さんが開けてくれて、はここ開けたら変わった帽子が一つ入ってたりとか、はい、ここ開けたらちっちゃすぎるリュックが入ってたりとか変な形のローラースケートがアヒルっぽいなんか扉から出てきたりとか、はい、するんですね、はい、で気に入ったのを買っていくんですけど、もうちょっとキリがないぐらいいっぱいあるから、珍しくね、おっとりしたケロが、あ、バムがですね、ケロちゃんを引っ張ってね、連れていくんですね。で最後は、骨董屋さんで気に入ったの一つずつ買おうって言ったんですね。で、ここでね、ケロちゃんがこのフライパン欲しいって決めたんですけど、このフライパンを買うには残りのお金があまりない。ないからちっちゃいのがこれどうって言うんだけど、これがいい絶対これみたいな顔してます。なのでさっきのハムスターのところにオカリナを返しに行って、そのお金でフライパンを買えたんですね。でじゃあそろそろ家に帰ろうってみんながね車に乗り込んだところに、みんな乗ってますよね。さっきあのちっちゃいなんかウサギとかいましたね。みんなちゃんと一緒に乗ってるんですね。やっぱりこのね、あのお買い物中にもいろんなところにこの子たちがいるので、ぜひね、探してくださいね。はい、そして家に帰って広げてみるんですけど、みんな疲れちゃってるので寝ちゃうんですねで寝ちゃって、次の日の朝まで寝ちゃうんですけど、ケロちゃんもですね、フライパンを持って台所に行って、綺麗なパンケーキを焼くことができたんだよね。で、ケロちゃんいただきますって、さっきすっごい嫌そうだったバグもですね、もうこれ食べたい食べたいって感じでね、みんなで美味しく食べることができました。おしまいなんですね。褒めたな、フライパンは良くなかったんですね。そうですなので絶対このフライパンが欲しかったっていうケロちゃんのね、はい、気持ちと、なんかそういうのもね、こうちょっとこうストーリーに、サイドストーリーというか入ってるかなっていうのがねいましたね。おしゃれですね。このバム、ケロちゃんのフライパンがですね、中がちゃんとこうケロちゃんにそっくりな形のカエルの模様のパンケーキできるようになってる。おしゃれと思う。これ欲しいですね。おしゃれなっていうところから、ちょっとこう雑貨の方に目を向けてみると、みんなこう一点物かのようななんか特別感のあるものばっかりなんですね。で、そう思うと、あ、だからあの買い物の時もあんな吟味してこれがいいかなあれがいいかなってやってたんだなって、そこからまあ持って帰ったものばっかりだから、やっぱり素敵なものばっかりで、もう一つずつ見てもすごく飽きがないような、なんか面白いものというか素敵なものがいっぱい描かれてるなと思って、なのでまあちょっとたくさんのキャラクターもいるのももちろんいいんであれなんですけど、まあ、雑貨一つずつ見ていくとすごく面白いなって思えるような作品でした。はいですね。結構バラバラと喋っちゃったけど大丈夫かな、ね、見てるとすごく楽しいんですけどね、なんか感想伝わりましたか。そうですね、買って読んでいただけると、ね、そうなんですね。最初あのこのバムとケロちゃんが住んでいるお家の中って最初と最後しか売ってないんですけど、あのこう一つずつ見ていくとすごいなんか変わったベッドっていうか、あの素敵なんですよ。あのこんなベッドかわいいの欲しいなって思うようなのがいっぱい載ってたりとか、はい、このお買い物する様子とかも見ていると、ちゃんと細かいところまで書いてあって、実はですね、さっき八百屋さんの話ちょっと流してしまいましたけど、八百屋さんで働いているうさぎさんかなと思うんですけど、うさぎさんがいて、で八百屋でこう
野菜買いましたよね。で、このバムとケロがこう隣の店に行くときにさつまいもをこう店の人が食べてるんですね。食べ、食べ、食べ、どうしてみたいな、なんかちょっとツッコミがあるっていう、ツッコみたくなるみたいなページがあったりとかですね。ウサギはさつまいも食べてる。そうですね、なんか売り物にするんじゃないのこれって思うようなの食べてたりとか。味見してるんですか。あ、そうかもしれないですね、売るときに大事ですもんね、はいはい、そうですね。なんかこうザラザラと言いたいんですけど、ざっくりこう言えないような細かい設定とかがあって、もうそこが面白いポイントだなと思いながら。いろんな発見ありますね。そうですね。お父さんの方がいろんな発見ができそうな感じします。で、なんかこう登場人物がこのバムとケロちゃんと、うん、カイちゃんってこのアヒルの子なんですけど、うん、アヒルの子以外のもっと小さいキャラクターたちがいろんなところにいるので、もしかしたら大人よりも子供の方が先に見つけたりするかもしれない、うん、でその子たちだけを追っていくと、ここでなんかソフトクリーム食べてるねとか、モグラっぽいのがここら辺で隠れてるねとか、なんかそういう見え方も楽しめるかなと思いましたね。はい、なんて言ったってなんかケロちゃんのあのパンケーキのサイドストーリーが私大好きで、はい、あ、みんなに食べさせたかったんだろうなって、このお買い物で一番欲しかったの多分フライパンだったんだろうなって感じで思って、ね、はい、なんか素敵だなって思いました、はい、なんか自分勝手かなと思ったケロちゃんが実は、ね、そうですね、みんな考えてたって、はい、うんうん、そういうね、面がやっぱり目につくんだけど、ケロちゃんはやっぱりみんなに食べて欲しかったのかなっていう気持ちもね伝わってきて、はい、というね内容になっていました。ぜひね隅々までお楽しみくださいということで、はい、今日はバムとケロのお買い物を紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。